今日の動画は学歴を覆す就活のコツみたいなところで話していこうと思ってます。はい、うん、働きみたいなところは一旦無視して、うん、自分が本当に行きたいなと思える企業に行くにはどうすればいいかみたいな話ですよね。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は独協大学っていう大学に行ってて、で就活終わってメガベンチャーの IT 企業に内定しました。僕は専修大学っていう大学から23卒で大手の IT 企業に入社しました。で今、はい、新卒1年目で働いてます。もう一人ちょっと今日いないんだけど、中央大学から大手広告に行った子がいて、その子の話とかもちょっと聞いてきてるので話していけたらなと思います。承知した。で1個言っておきたいなと思ったのがさ、私と星はさ就活をめっちゃ頑張ったってわけじゃないじゃん。確かに。だけどそう、なんで今日この子のインタビューを持ってきたかっていうと、この子は就活をめっちゃ頑張ったんだよ。あー、そういうことね、うん、だから今日2つの意見を持ってきました。はい、じゃまず初めに第一関門である ESとか、まあ、ウェブテスト、うん、とかを通るコツみたいなとこを初めに話していけたらなって思うんですけど、うん、その肩書き以上の会社に行くためには ES とかがまず一番なんか最大の難関っていうふうにこの子は言ってて、なんか選考が後ろに行けば行くほど志望度の高さが見られるけど、初めはその肩書きとか、はい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 、確かに能力値とか文面で見られるから、うん、ここでいかに肩書き以上の能力とか、はい、スキルがありますよっていう風に見せるかが大事っていう。めっちゃわかる、うん、めっちゃわかる。いや、もうほんとそこゲーだよね、うん、面接まで行っちゃえば、そう通してるってことはもう採用してもいいというか可能性には入っているわけなんで、うん、そこからはあんま肩関係なくなってくるもんね、うん、でそこを通る風にしたコツについて、もう中央大から大手の広告に行った子は志望動機ガクチカをフォーマットに沿って書くっていうのを意識したらしい。なんかこういう構成で書けば正解っていう方はないけど、うん、ある程度業界ごとにこういう風な話の流れで書いたら分かりやすいよねとか、分かりやすいよねっていう形がある。はいはいはい、はい、まあそれはあると思う。ありますね。からそれを探すためにもう夏ぐらいから社員さんにめっちゃ会って、うん、ES 見せてブラッシュアップしていく中で型を見つけていく。でそれを出すことでその第一関門の ES を通れたっていうふうな。いや、すごいね。話をしてました。なんかその内容がすごい強みたいな感じ。いや、ガクチカがバイトの話、マックのバイト、だからテーマの強さっていうよりかはエピソードの深さ。確かに。とかそのエピソードをいかに熱量を持って書けるかとか話せるかとかの方が大事。深いね、その中で。っていう風に話したので、うん、肩書きがちょっとなくて、まあ、ES 超えたいっていう人はその業界に受かりやすいフォーマットを探すっていうのと、うとにかく一人でやらずにいろんな人に頼るっていうのが、に特にあの肩書きない人は大事だと思う。あと行きたい業界とか企業の人に見せるっていうのは大事だと思う。あ、確かに確かに確かに。業界によって受ける話のエピソードとかさ、う違うから、ちゃんと自分の行きたい業界とか企業の人にフィードバックもらうのは大事かなって思う。確かに。テストがね、そうウェブテストありますけど、まあそこを突破したらもうだいぶ肩書きの8割はもう払拭されてるから、ね、とりあえずそこを突破するためにまず頑張ってみてください。ウェブテストはいや、めっちゃ高い点数っていうかは、まあ多分会社によるんですけど、うん、まあでも基本的に8割取ってればもうほぼ落ちない気がするんで、8割目指しつつ6、7割は絶対みたいなところを抑えれたら分かる気しますね。ありがとうございます。ES を突破できたら次はその GD とかさ、あー確かに。例えば GD だったら高い学歴の人がいっぱいいるわけ、うんうんうん、じゃあその GD で気をつけることとしては、立ち回りにめっちゃ気をつけてたって言ってて、なんかそのファシリやったり自分より優秀な人がいる中で何優秀さで勝とうとすると、まあ、そこは難しい。へー、確かに確かに、はいはいはい、だから違うところでバリュー発揮する、雰囲気良くしようとか。それめっちゃ強い気がする。もちろん意見も出してるのめっちゃ大事だけど、無理にまとめようとしすぎない。確かにね。やっぱ頭いい人はまとめるのが上手いんだよ。だからその走りとかそういう風に任せとけばいい。確かに確かに、適材適所ね。そうそう、はいはいはい、確かに。いや、それ大事な気がする。大事だと思う、本当大事だ、うん、なんかめっちゃ得意な人とかだったらね全然いいけど、うん、なんか無理して周り優秀だから自分ももっと優秀なの見せなきゃっていうのをやると多分恨みに出るっていうことだよね。うん、はいはいはい、それは本当に完全に逆に手がくる気がした。すごい意識してください。はい、とにかく面接はもう学歴っていうよりか入社熱意とか、うん、本当にこの子は入社したいのかっていう本気度を見せることが何よりも大事になってくる、うん、確かに。こっからも完全に関係ないですね。関係ないです。さすがにもうこっからもフラットですよね、うん、こっからもフラットだと思う、はいはい、だから別に学歴の戦い方っていうよりかは普通に面接の突破のコツみたいな話になってくるんですけど、はい、なんかバカそうに喋るのは良くないよね。例えば言葉遣いとか、あさっき言ったんですけどより先ほど申し上げた通りとか、うん、そういったなんかちょっと端々の言葉遣いみたいなところでなんかやっぱ雰囲気伝わっちゃったりそれダメだね。するんで、うん、そういったところで丁寧に話すとか、うん、あとちょっと余裕持つとかね、もうすごい焦ってるあーって喋るよりはなんとかでした
かつその間に余裕を持つとか、うんうんうん、相手の質問に対して、まあ、気持ち間を空けて話し出すとかすると、うん、おなんかこの子落ち着いててすごいな、うん、焦ってなくてちゃんと落ち着いててでも優秀そうやな感じ出せる気がするので、うん、話し方とか使う言葉とか意識した方が分かりやすい気がします。なるほどね。自分がその企業に合ってるかとか、うん、業界に合ってるかっていうのを伝えることが大事じゃん、うん、でそのためにその中央大から大手国にとこがやってたこととしては社員訪問する中でさやっぱりその企業ごとにさどういう人が多いなとかって分かってくるじゃん。それを繰り返す中で、まあ、自分も寄せていくじゃないけどあこういうエピソード話そうとかいう風に調整してたらしいです。すごいね。分かんないじゃんやっぱ就活生ってさで広告代理店に合ってる人の風に振る舞えって言われてもどういう人なのか分かんないじゃん。むずい。分かんないからえどうやってやってたのって聞いたらもうとにかく情報収集をめっちゃするって言ってた。大事。全部見るし内定した会社は10人以上社員訪問してた。すごいね。だからガチで行きたいんだね。学地下がバイトのことだったりとか、うん、学歴ももちろん中央大って高いけど、うん、でも内定してる人はもっと高い人が多いからその中で勝っていくために熱量だけとか行動量は誰よりも勝るようにあすごいわ意識してたって言ってた。すごい。我々とはちょっと戦い方が違うよね。うん、違うね、違うね。そんなに就活のノウハウをめっちゃ頑張ったとかさ、うんうんうん、ではなくて、とにかく学生時代に頑張ったことを話して内定したっていう感じだから、うん、そうね。2パターンある。マジ2パターンあるね、うん、そう思うと。そう、この動画で伝えたかったことは、やっぱりさ、就活始めたてってさ、学歴低いから無理だなっていう風にして自分が行きたい企業を諦めちゃったりとかいう人って多いじゃん、うんうんうん、それで諦めないでほしいなって伝えたかった。それマジでもったいないよね。で、後から後悔するするし、やっぱ受けなかったら 0% なんで、受けたら 1% とかついてくるんで、うん、受けてほしいですね。で、今入卒の方対象で就活状況調査アンケートを行っています。1分で回答できて、回答してくださった方全員に、Amazon ギフトカード500円分をお渡ししているので、ぜひお時間ある方回答してくれると嬉しいです。概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーン情報です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。